何かあったんだろうか。何そうね、うん、どうだろう。どうかしら。うん。ええ。今日は屋根の下。
休めそうね。まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろうあの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょう。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな、俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。誰も鞭打たれない、殺されない。やあドク。ん？俺だよ。もっとも今はアルフェンだけどな。アルフェン、確かそれじゃあカラグリアを解放した英雄は鉄仮面アルフェンだよ。それにだとしても大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。ドク、彼女は。ありがとうよ。レナに礼を言うの。レナに言ったわけじゃない、あんたに言ったんだ。私は私の都合でそうしただけ。もちろんそうだろうと。だがお前さんたちはスルドを倒し。ありがとう。礼を言うのはわしの方だ。いくらかそれで。わざわざ世間話をしにこの年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが心当たりはないか。うん、
衰弱となると需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、ギルド駐屯地は漁ってみたか。いや、ここへ来るのに通り過ぎはしたが。レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。わかった、行ってみる。ギルド駐屯地、確か線路脇に建物があったな。手早くお願いするわ。嬉しそうね。俺が？よく知ってる人から感謝されて、やっと実感が湧いた気がする。あの老人も変わってるわ。ドクマか。そうか。そうよ、私に礼を言うだなんて。あの年まで虐げられ続けてきたはずなのに、もうレナにへつらう必要もなくなったのに。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言うんだって言ってたじゃないか。それが変わってるっていうのよ。石でも投げられたらよかったのか。そうじゃないわ、ただ理解できないってだけ。さあ、目的地に着いたわよ。これぐらいの相手なら問題ないな。突破するぞ。炎よ、真っ向げろ。なぎ払う現在。積み台なくは何かに使えそうだな。私が知るわけないでしょ。迷っていても仕方ない。これを持って帰ろう。間違いないことを願うわ。また来るのはごめんよ。念のためウルベゼクに戻る前に毒に見せて確かめた方がいいかもな。手短に願いたいものね。違った薬だったらまずい。戻る前に毒に見せて確かめよう。
ようなあげろ。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。うまいこと見つかったか。これだと思うんだが、見てくれ。どれ。ああこれだこれだ。早いとこを持ってってやるといい。ああそうするよ。なあ鉄仮面。ああいやアルフェンだったか。この先もそちらの娘さんと一緒に行動するのか。ああそうか、うん、何かが変わり始めているのかもしれんな。何かが。ああわしにもわからん。ただ止まっていたものが動き始めた。きっとお前たちについてあれこれ言う者もいるだろうが、すべきと思うことをせ。疲れたらまた帰ってこい。それまでは思うようにやるといい。ありがとう。これで間違いないか。ええバッチリよ。本当に取ってきちゃうなんてさすがね。これであの子もすぐ良くなると思うわ。ありがとう。驚いたな。まさかシスロディアからの客とは。シスロディア。このカラグリアのお隣さん五稜の一つだ。あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだ。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通るときだけだったものね。その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか。いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ。名前はリンウェル。シスロディアの抵抗組織銀の剣に所属。組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか。最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな。よくここまで来た。頑張ったな。
おい、ジルファー、あんたまさか。私は行くわ。アルフェン、準備なさい。すべてのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。まさか、レナ人、どうして。大丈夫だ。訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな、でも、だって信じられない。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも。私に触れることもできないくせに。やめろ。アルフェン、お前はどう思う？俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら、何とかしてやりたい。ネアズの言う通り、敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだと。ああ、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで今さら止められやしねえよ。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか、4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ。こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だがむやみに殺すな。だろ、わかってるよ。あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。行くぞ。